称賛する大谷の野望、リハビリして投球の準備をしながらね。レイズ98ドジャース、日時間25日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手は24日、日時間25日、4どころ地、レイズ戦に1番、指名打者で出場し、2試合連続の41号にランを放った。レイヤの一発に、この日先発したクレイトン・カーショー投手も驚き、言葉では言い尽くせないよ、などと語った。サイ・ヤング賞3度を誇る通算212勝左腕は、この日、初回に4点を失うなど5回を無失点で降板した。しかし、5回裏に一時逆転となる2ランを放ったのが大谷だった。体勢を崩されながら、右翼、ポール際へ41号にラン。カーショーの黒星を消す形になった。左腕は、試合後、大谷について、言葉では言い尽くせないよ。他になんて言っていいのか、僕にはわからないねと表現。さらに、毎晩、彼は特別なことをする。リハビリして、投手復帰のために、投球の準備をしながらね。かなり並外れているよ。毎日見ていることだから、少し当然のことだと思ってしまうかもしれないけど、なかなか特別なシーズンだね。彼がベストなのには理由があるんだと称賛した。23日、同24日の同戦ではサヨナラ満塁塁打で40塁打 &40 盗塁を達成。この日の試合前には、昨年9月に右肘手術を受けてから初めて、ブルペンで投球練習を行っていた。投手としてリハビリをこなしながら打ちまくる大谷を、レジェンド左腕も畏敬の念を抱いて見つめている。フルカウント編集部。